市長経験者3人が出馬を表明している新潟5区です。衆議院泉田博彦さん。先月25日、長岡市の交流神社を訪れていたのは元知事で自民党の泉田博彦衆院議員です。ふるさとに、新潟県に、また日本国に幸多き日が訪れるよう、全力でこの取り組み、選挙戦、戦ってまいりたいと思います。どうぞお力をお貸しください。事務所の開設にあたり、神事の場として交流神社を選んだのにはある理由が。4年前も知事選の時もね、お参りに来てるんですよ。いや、とにかくお参りしないと始まらないんです。これまで選挙で負けたことのない泉田さん、選挙に向けて気合は十分でしたが、その後の事務所の開所式では陣営から喝を入れられます。私も泉田先生にかなり厳しい言葉を言うことも多々あります。正直申し上げまして、もっと地域を歩いてくれよ、現場主義貫いてくれよ、長嶋先生の容態冗談じゃねえよ。2017年、元山越村長で自民党の長嶋忠義前衆院議員が急逝。その後の選挙で泉田さんはその思いを引き継ぐと訴え勝利。とりあえずバトンはしっかり受け取るところまでさせていただきましたので、はい、ありがとうございました。しかし現場を大切にしていた長嶋さんに比べ、地元で顔が見えないとの声が上がっていました。特に声が小さいところからですね、政治に光を当ててほしいところ、これは頑張っていかなければいけないと思ってます。そのためにですね、私自身全力で歩かせていただきたい、そしてまた皆様方のお声を全力で聞かせていただきたい。この日改めて長嶋さんの意思を引き継ぎ、現場主義を実践する決意を表明、協力を呼びかけました。しかしその現場主義を掲げるのは泉田さんだけではありません。元長岡市長で長嶋さんの後継を辞任し出馬を表明した森民夫さんです。無所属で組織がありませんから、一生懸命こうお一人お一人と向き合ってお話を伺っている。協力と連携、これが実行力であります。私は実行力のある地上を目指したい。原発推進の自民党の推薦を受け挑んだ5年前の知事選。この時は反原発の政策を前面に押し出す野党統一候補の米山さんに敗れました。しかし今回は無所属、組織の後ろ盾がない一方でしがらみもないため、反原発を掲げイベントに顔を出すなど地道に活動を続けています。さらにはこういうクラフトフェアのようなものを常設したいと。そうなんですね、神話作るとこういう感じの村がいつでもあるという、そんな村を作りたいと思って。顔を出したイベントで主催者にスマホのカメラを使ってインタビュー。現場を歩く中で頑張っている人を応援したいと、自身の SNS を活用してさまざまな活動を発信していました。こう一人一人のこういいねしてくれたりコメントくれたりする方とこう一人一人向き合う手段として使ってるというのは、やっぱそれもだから一軒一軒回るのと同じことで、衆議院議員だろうが何だろうが、その政治の原点はその皆さんとつながるっていうことだと思いますから。その SNS の活用に絶対の自信を持つのは、つまりその YouTube の登録数だったら多分こっちが私のところがダントツだと思いますよね。
ツイッターのフォロワー数はつい最近泉田さんを抜いたんですよね。僕今7万3000で泉さんは7万2600ぐらいで、で森さんはちょっとさすがに始めたばっかりなのでちょっと桁が2つぐらい違う感じですけれどね。5年前に森さんを破った元知事の米山隆一さんです。自身の女性問題をきっかけに2018年に知事を辞職した米山さんですが、去年作家でタレントの室井佑月さんと結婚。妻の室井さんと二人三脚で選挙戦を戦っています。当選しますよ、末永く暮らせますよ、はい、じゃそのぐらいです、うん、ふうは、はい、うん、さらに野党統一候補としての体制作りも進んでいます。うちの選対こうかなりまとまりいいんだと思うんですね。全ての本当に全ての野党が入って一緒に仲良くやってますので、そのこうまとまりの力をより大きくしていきたいと思います。公示前にもかかわらずすでに野党の幹部も長岡入り。でも今度は大丈夫でしょう。室井佑月さんという素晴らしいパートナーがしっかりとついてくれました。柏崎刈羽原発を再稼働させない人を国会に送っていこうではありませんか。そんな米山さんですが、自民党の候補として長島さんと共に選挙を戦った過去も。他の2人と同じように長島さんの思いを引き継ぎたいと話します。政治の世界に入った一つのきっかけですので、やっぱりこので長島先生の復興に道をつけられましたけれども、やっぱこういう地域が継続できる政治っていうのを実現していきたいと思います。果たして誰が長島さんの思いを受け継ぐのか。決戦の時は迫っています。